フォルバーは2004年5月3日にロックスターゲームスからアメリカ合衆国ヨーロッパで発売されたオープンワールドクライムアクションゲーム西部開拓時代を舞台にした 3D ガンアクションゲームでありレッドデッドシリーズ第1作目日本では2005年5月26日にカプコンから発売された対応プラットフォームはプレイステーション 2XBOX プレイステーション4 アメリカ西部のいわゆる西部劇の時代を舞台にしたオープンワールド型クライムアクションシューティングゲーム。賞金稼ぎの主人公レッド・ハーローを操作し、拳銃を手に賞金のかかった武法者たちを倒していく。もともとはカプコンが企画し、2001年から北米のエンジェル・スタジオとのコラボレーションタイトルとして XBOX 専用ソフトとして制作されていた。キャラクターデザインには 安田明も名を連ねており、自身のホームページで情報を公開していた。2002年5月22日に開催された E3 にて、初公開。この時期は、シネマクションシューターと呼ばれ、映画の中で戦うようなイメージだった。2002年6月には、マカロニウェスタン映画の上映イベントで、デモ映像を公開するプロモーションも行われた。しかし2003年に開発は一時中止。 秋マンも日本に帰国した。エンジェルスタジオは、その後、ロックスターゲームス参加になり、ロックスターサンディエゴとして開発が継続。2004年5月3日にロックスターゲームスより、発売にこぎつけた。日本版は、北米版発売の1年後の2005年5月26日に、カプコンから発売された。 発売後は欧米を中心に評価され、世界累計で150万本の売り上げを達成した。2010年には、プレイステーション3、Xbox 360用タイトルとして、続編の、レッドデッドリデンプションが発売され、本作を上回る1100万本もの大ヒット作品となり、その後、ゾンビ DLC である、レッドデッドリデンプションアンデッドナイトメアが発売された。 2018年にはプレイステーション4、Xbox One 用タイトルとして、続編のレッドデッドリデンプション i 2が発売され、出荷数はレッドデッドリデンプションを上回る1700万本もの大ヒット作品となるが、その後2300万本の出荷された。西部の街で両親と平和に暮らしていた少年レッド、ハーローの家は、ある日、無報酬に襲撃される。レッドは、 父と共に勇敢に戦うも、数に勝る悪感たちに話すすべもなかった。家を焼かれ父親と母親が無残に殺され、自分もまた殺されようとする。その時、レッドは燃え盛る、炎の中に落ちていた父の銃、スコーピオンを手に取る。無法者を倒し、命を繋いだレッドの手には銃に刻まれていた。サソリの衣装が焼きついていた。天外孤独の実となったレッドは、 父の形見の銃を手に、賞金稼ぎとなり、無法者を倒しながら暮らしていく。一人プレイ用のモード。ストーリーに沿って、酒場や列車高等、墓場、岩山などのステージを順にクリアしていく。敵を倒すと賞金を獲得でき、ステージ間のショップでの買い物に使うことができる。武器は、ピストル、ライフル、その他の武器を一つずつ持つことができ、L1 ボタンで切り替えることができる。 ステージ内の敵をすべて倒すと、ステージクリアとなる。街では人に話しかけることで情報を得ることができる。買い物で武器を強化したり、能力値を上昇させることもできる。ライフが0になると、ゲームオーバーになるが、リトライすることもできる。ステージによっては、レッド以外のキャラクターを使用することもできる。1人から4人でプレイするための対戦モード。バウンティ、キング、サンダウン。 ハイヌーンの三つのモードがある。登場キャラクターや武器、舞台となるステージの情報やプレイ記録を閲覧するモード。ショップで買い物をすると閲覧できる項目が増えていく。バートレット保安官が記したレポートという体裁になっている。ステージ内の敵を全て倒すと、ステージクリアとなる。敵の攻撃を受けると、画面右下のライフゲージが減り、これがゼロになると、 ゲームオーバーになる。音楽は西部劇映画のものが数多く引用されている。日本版のボイスは英語で日本語字幕が出る。メッセージは日本語になっている。日本での発売時にはグラビアアイドルの佐野夏目がキャンペーンガールに選ばれ、アメリカ西部への旅行が抽選で2名1組に当たるクイズキャンペーンも行われた。先着購入者には特典として スコーピオンの柄の入った赤いバンダナが配布された。ありがとうございます。